松井秀喜5打席連続敬遠では、1992年8月16日に、阪神甲子園球場で行われた第74回全国高等学校野球選手権、大会2回戦の名徳義塾高等学校対、清涼高等学校戦にて、名徳義塾の投手、河野和弘が、清涼の4番打者、松井秀喜を5打席連続で敬遠した出来事について、記述する。 試合後、マスコミ各所で代々的に取り上げられ、社会現象となり、高校野球の勝利市場主義について議論されるようになった。ヤンキース時代の松井秀樹。本大会において、松井は群を抜く注目選手であった。さらに甲子園球場のラッキーゾーンが撤去された最初の大会であり、松井の高校通算65本塁打も目前だったため、 すでに秋のドラフト会議の目玉選手の一人に数えられていた。ゴジラという異名が登場したのもこの頃である。清涼高校監督の山下と茂にとっても松井の存在は特別だった。打撃の松井、東急の山口が揃った時から全国制覇を狙いに行くことを決めていた山下が率いる清涼は石川県は おろか北信越地方でも突出した実力を持つまでになっていて全国でも5本の指に入る競合チームであり夏の甲子園でも優勝候補の一角に挙げられていた清涼は1回戦の対長岡向き両戦を11の0で勝利明徳義塾は初戦が7日目第3試合で49番目の登場だった前回大会から 49番目の高校と対戦するチームを17試合の1回戦勝者のうちからあらかじめ決めるようになっており、抽選会で7日目第3試合を引いたのが、清涼の首相、松井秀樹だった。大会前の明徳義塾には松井についてあまり情報が入っていなかったが、清涼の第1試合を観戦し、松井の高校生離れしたバッティングを目の当たりにした、ま淵志郎監督は、 その後、清涼高校の練習も偵察し、改めて松井のパワーに驚くことになる。ノンフィクションライターの中村慶もこの時ま淵監督が腹をくくったと書いている。明徳義塾の河野和弘は2年生の終わりからピッチャーを離れていた。しかし、チームの投手力に不満を感じた監督の指示により、3年夏の高知大会から再びピッチャーとして起用された。 大会では通算2試合に登板し、イノショウとの決勝戦では1失点で完投も果たしていた。コーノ自身もコントロールには自信を持っており、周囲の仲間もエースは事実上コーノだったと語っている。清涼との試合を前に何度となく敬遠を匂わせた発言をしていたマ淵だったが、具体的にいつ選手たちに敬遠を指示したかはやや錯綜している。 保守の青木は8月8日の抽選会の日の午後に、監督から全部敬遠するぞと指示されたと回想している。しかし、ショートの筒井によればその日の夜のミーティングで、敬遠という言葉を使わずに、松井抜きで考えるからと伝えられた。一方で、河野の証言によれば8月13日の夜に、ミーティングを終えた後で、先発を任せること、そしてやはり、松井を相手にしないことを伝えられた。 また、試合前日の宿舎での全体ミーティングで、ま淵は4番打者で、ファーストベースが空いている時は歩かせ、5番6番で勝負すると伝えている。さらに試合前、ま淵監督は意図的に支給を与えているとは思われないよう、演技することを選手に求めていた。つまり、保守は座ったままボールを受け、投手もストライクが入らないという風に首をかしげ、外野は、 松井の打席のたびにフェンス際まで下がるようにするという指示である。声量の試合前のミーティングでは、山下監督には、試合後者社の馬淵監督への警戒心こそあったものの、松井に、ランナーを折るときは敬遠あるからなと告げただけだった。この試合で、明徳義塾は、松井に対して、全打席敬遠作戦をとっていた。河野は松井に後打席すべて、ストライクゾーンから大きく外れる。 ボール球を投げ、死球を与えた。公式記録は、保守が初めから立った状態で与えた死球ではなかったため、恋死球ではなく、死球となっている。松井の最初の打席は1回表、西から3番の山口が3塁打で出塁し、西3塁で、星稜の先制点のチャンスで迎えた。しかし松井は、当然のように死球を与えられ、一塁へ歩かされた。 三回表の一死二塁三塁でも松井には敬遠だった。山下監督もここまでは予想していたという。しかし三回表の打席から河野が一球投げることにスタンドがざわめき始める。五回表の一死一塁では一塁走者がいるにもかかわらず敬遠を実行。スタンドは完全に同様めきに変わった。三から二と明徳義塾一点リードの七回表。 松井の第4打席では西無双者から意図的な支給を与える。スタンドからは、勝負、勝負、の連呼と、明徳義塾に対してのヤジが飛ばされただけではなく、一ガワアルプススタンドの明徳義塾の応援席からも、とさっこなら逃げずに勝負しろ、といったヤジが飛び始めた。さらに9回表の最終打席では、西三塁でも松井に支給が与えられた時には、 席を切ったように球場内は、やじと土豪に包まれるという、高校野球では、史上稀に見る異様な雰囲気となった。清量の三塁側応援席や外野席からは、メガホンなどの野球グッズやゴミなどのものが大量に投げ込まれ、さらに一般の観客は愚か、この敬遠行為で、怒りが頂点に達した、清量の応援団からも、コーノラ名徳ナインに対する、帰れ、コールや、 殺すぞなどのブーイングが起こった。これにより審判はタイムをかけ、試合は一時中断となり、ボールボーイや声量の控え選手たちが投げ込まれたものを片付けに走った。この時、一塁上にいた松井は、無然とした表情でその光景を見つめていた。その後、一塁走者の松井が二通して西2.3塁となり一段二0点の後期ともなったが、 自打者の月丸信成は三塁五郎を打って、アウトとなり試合が終了。明徳義塾は一点差で逃げ切って、勝利を収め、結果的に松井への全打席支給策は成功した格好となった。試合終了の挨拶の後、両チームで握手を交わした選手は4、四五人程度であり、松井を含めたの清量の選手は、無言の抗議の意味で、明徳義塾の選手と握手を交わさずに、 ベンチ前へ急いだ。勝利校となった、明徳義塾の校歌演奏の際には、しばらくして、球場全体の超満員だった観客から、帰れ、コールの大合唱が大きくなり響き、明徳義塾の効果が書き消されそうになるほどであった。効果成章後、勝った、明徳義塾の選手たちが引き上げる中ブーイングが、鳴りやまなかったが、負けた。 西梁の選手たちに対しては、たくさんの拍手喝采が送られていた。山口、北村、東高の、青木審判、球審、田中、累審、本郷大重、上村試合時間、2時間7分控え選手も淵は、試合後、正々堂々と戦って、潔く散るというのも一つの選択だったかもしれないが、県代表として、 一つでも多く甲子園で勝たせたいと思ったとコメントし、その後もそうした潔さに喜ぶのは客と相手側だけだと語っている。一方、山下は甲子園で男と男の勝負をして欲しかった。残念ですとだけ述べた。この試合、明徳に全く勝負させてもらえなかった松井は、試合後インタビューで正直言って野球らしくない。でも歩かすのも作戦。 自分がどうこう言えないというコメントに止めた。高野連の牧野直隆会長は会見で、無双者の時には、正面から勝負して欲しかった。一年間、この日のために、お互いに苦しい練習をしてきたのだから、その力を思い切りぶつけ合うのが、高校野球ではないか、勝とうというのに走りすぎる。すべてに、度合いというものがあり、今回は、旅が過ぎているといった談話を発表した。 試合当日夜の報道番組ではのきなみこの試合を取り上げ、翌日のスポーツ新聞各紙は、松井経営を一面に出して、高野連牧野会長の談話を掲載した。この談話そのものも異例だったが、松井への敬遠作戦に対しては、有識者、元、現役プロ野球選手、高校野球関係者などを中心に、多方面から賛否両論が寄せられて、社会問題に発展し、 その後も、新聞、雑誌などでも様々な読者投稿欄を賑わせた。さらに話題となったのは主催の朝日新聞に、掲載されたコラム、大事なものを忘れた名徳ベンチだった。今大会屈指の高打者と言われた、清涼松井が号打席全部敬遠の支給で打たせて、もらえなかった。しかも、名徳義塾の高野投手は一球もストライクを取らず、 外角へ大きく外れる20球を投げただけ。ま淵監督の指示による敬遠策はまんまと成功して、明徳義塾は勝ちを手にしたが、果たしてこの勝ち方で良かったかどうか。試合後、ま淵監督は四国の野球が石川の野球に負けられないと豪語していたのに、蓋を開ければ古速な逃げ支給策とは。他の四国勢が聞けば、憤然とするだろう。中略、しかし、 どんな手段を取ってでも、勝つんだという態度はどう考えても理解しがたい。特に、走者のいない西無走者までもボール連発を命じた、時は、大人のエゴを見たような気がして、不愉快ささ,さえを覚えた。朝日新聞、大事なもの忘れた名徳ベンチ1992年8月17日付有刊8名朝日新聞社内でも、この記事は波紋を呼び、特に、高知支局からは、 反発が強かったという。大会の翌年、甲子園大会を前に、雑誌ナンバーが、敬遠の夏と大師敬遠事件の特集を組んだ。特集の中では清涼明徳義塾良好の視点だけでなく、観客からの視点もあり、野球を見に来た観客の楽しみは、勝敗以前に、松井がこの試合でいかにして打つか、また相手投手が松井をいかにして抑えるかにあった。 観客が楽しみにしていたものを5打席敬遠という、予期せぬ形で奪われたら、帰れ。コールを行ってもその気持ちは十分理解できると、している。清涼戦に勝った、明徳義塾の宿舎には、試合終了直後から、選手に危害を加えるなどの抗議や嫌がらせの電話と、当初が相次いだ。また、宿舎の周りには一部の野球ファンなどが殺到し、まぶち出てこい。松井に、 土下座しろ、とはめき立てるなど一時混乱が生じ、マブチや選手たちの身を守るために、警察官やパトカーが出動するという厳戒態勢が敷かれた。マスコミ人も大勢が殺到、その影響により名徳の関係者は、宿舎から自由に外出が全くできない状態となってしまい、マブチ自身も、タバコさえも買いに行けないとこぼすほどであった。また、名徳の宿舎から、 練習グラウンドへ外出する際も多くの警備員にガードされながらの移動となった。その後、3回戦の抽選会に訪れた筒井に対してスタンドからヤジやバトを飛ばす者もいた。1992年8月22日、明徳は3回戦で広島県立広島工業高等学校と対戦した。甲子園のスタンドにはあちこちに多くの警備員や 警察官が配備された。広島の応援席では、父母の会により、明徳はルール違反をしたわけではなく、選手に何の罪もありません。我が野球部でも同じ作戦を採用したかもわかりませんと記されたビラが配られた。なお、この年に明徳と広島は、練習試合で2試合戦い、2試合とも明徳が圧勝していた。だがこの甲子園での明徳は、 前試合からの騒動による精神的なダメージが拭えず、本来のプレーをほとんど発揮できないまま、広島にゼロの8と大敗を喫した。その後、宿舎で開かれたミーティングで、まぶは部員たちを前に思わず号泣し、その監督の涙にもらい泣きする選手がほとんどで、あったという。河野によればこの時、まぶの言葉をはっきり聞き取れたのは、お前らは、 ようやったの一言だけとのことだった。ま淵監督は世間を大きく騒がせ迷惑をかけたお詫びにと学校長に野球部監督の辞表を提出しようとした。しかし学校長は間違っていることをしたんじゃないんだから、あそこで監督を辞めさせたらそれこそ教育に並んでしょうとの考えから辞表を受け取らずに移住、まぶ監督はそのまま野球部監督を続けた。声量は 選手権、大会2回戦敗退ながらも秋のベニバナ国体出場校に異例の選出となった。松井は国体決勝戦の対人生学園高等学校戦の最後の打席で高校通算60号の本塁打を放つなどの活躍により、清涼高校は国体優勝し、前年の第22回明治神宮野球大会に続くシーズン2冠となった。 松井は1994年発売のドカベン秋田文庫第六巻の巻末解説インタビューで5打席連続敬遠に触れ、水島真嗣の漫画業50年の祝福コメントを寄せた時も5打席連続敬遠に触れている。河野とは番組の企画などで対面している。また、テレビ番組極限2013の企画にて21年後の第6打席として両者は勝負に挑んだ。 月岩は、松井敬遠後に奮起して打席に立ったものの5打席例、安打だったことで、石川に帰った後地元の人からは後ろ指を刺され、自宅には敬遠の試合の感想を求める記者が殺到し、嫌がらせの当初が相次いで送られるなど、精神的にこらえてしまい、進学が決まっていた大阪経済大学の練習に、 参加するが敬遠の試合のことで周囲にからかわれ、これが原因でその後すぐに退学した。退学後、しばらくは自分を取り巻くすべてを投げ出して野球から離れていたが、24歳から軟式野球という形で再開し、少しずつ前打者が後連続敬遠された試合について振り返ることができるようになった。軟式野球では逆に敬遠される立場になり、 敬遠後に次の打者にアドバイスをするようになったという。月岩は2003年に松井がメジャー初年度の本拠地開幕戦において全打者のバーニー・ウィリアムスが敬遠された後の打席で松井がホームランを打ったのをテレビで見たときこのあたりが違うと思ったという。実際には無条件で相手に走者一人を与える敬遠作戦は 後続の打者を封じることができなければ逆効果なのであり、ま淵監督が全力を挙げて対策を行ったのは5番打者を封じることであった。これは月岩も松井と同様に立派な警戒の対象としていた。現れで、ま淵監督は月岩も清涼の強打者の一人として認めていたのである。ま淵監督は雑誌インタビューで私は 今でも間違った作戦だったとは思っていない。あの年の声量は高校球児の中に一人だけプロがいるようなものだった。あれ以前も、あれ以降も、松井ほどの大打者と僕は出会っていません。甲子園で勝つための練習をやってきて、その甲子園で負けるための作戦を立てる監督なんておらんでしょ。勝つためには松井を打たせてはいかんかったと述べているように、 作戦そのものが間違っていたと認めたことはない。一方で、ただ、46歳の大人になった今振り返れば、大人の作戦のために17.18歳らの子供たちに嫌な思いをさせてしまったこと、特に松井の次の打者に迷惑をかけてしまったことに気づかされますとも語っている。この試合以降、公式戦における、明徳義塾 VS、声量の組み合わせは2019年の 第50回明治神宮野球大会1回戦において27年ぶりに対戦し、明徳義塾が8対5で勝利した。その前年の2018年夏の選手権では2回戦で1992年、当時のメンバーだった林和成と中谷太志がそれぞれ監督を務める清涼とサ美が対戦し、タイブレイクにサ美がサヨナラ勝ち。 翌2019年夏の選手権では2回戦の勝敗結果次第で3回戦で、再び、明徳義塾 VS、清涼の組み合わせになる可能性があったが、清涼高校は勝利したものの明徳義塾高校が敗退したため、実現しなかった。なお、この大会の清涼はその後も、順調に勝ち進み、決勝で、履正社に敗れたが1995年夏以来となる。 学校体記録の準優勝を果たした。2017年に行われた全国高校野球選手権埼玉大会の出場校の監督を対象とした5打席連続敬遠についてのアンケートでは151人の有効回答のうち79人の監督があり、51人の監督がなしと答えた。ありとした意見では勝利を目指す戦術として肯定する意見が多く、 見られた一方で、なしとした意見では、勝敗だけが全てではないといった意見があった。ありがとうございます。